で、2日目4レース走られます神奈川の松井選手です。よろしくお願いします。まあ、昨年はちょっと悔しい大会になったと思いますけども、まあ、1年振り返っていただいてどうでしょうか。去年のこの競輪祭で、そのタイトルを取る難しさというのを痛感したんですけど、で痛感して今年またタイトル取ることを目指してやってきたんですけども、なかなか難しいのも分かってますし、チャンスをものにする難しさも、分かってるんで、今回はしっかり取り切りたいなと思います。昨年のここもそうですけど、地元の今年は G1 も決勝に乗られて、またそこも難しかったと思いますけども、それも経験も含めてここでもう1回と。そうですね、取りたいですね。で、弥彦の G1 を走られて、1ヶ月ほど空きましたけども、その1ヶ月ってのはどういう風に。そうですね、結構、調整しつつ、かなり追い込んだ練習もしてきました。しっかりと練習もして、ケアもしていると思いますけども、ここに向けては今状態としてはどれぐらいでしょうか。かなり疲労溜まってますそういう意味では2日目からスタートっていうのは。そうですね、アドバンテージになるかなと思うんですけど、しっかりケアして挑みたいです。ここの小倉のバンクっていうのはどうでしょうか。ドームですけども、走りやすいイメージですね。しっかりとご自身の力を出し切ってという形ですね。一戦一戦セット頑張ります。明日は難関勢はお一人ですけども、どういう風に戦いますでしょうか。森沢さんと2人で走ってるんですけど、自力で頑張ります。わかりました。では決勝進出、その先へ向けて最後に意気込みをお願いします。一戦一戦死ぬ気で精一杯頑張ります。よろしくお願いします。